中野聖豪2月12日から1943年10月27日は、日本のジャーナリスト、政治家、東方海総裁、衆議院議員。合派行動。旧福岡藩士、中野大二郎と虎の長男として、福岡県福岡市西港町58番地のおじ、中野和四郎宅で生まれる。陽名は仁太郎。 中野家は代々福岡藩のお船方であり、父、大二郎の代に分家し、福岡市西町で七夜を家業としていた。母、虎は、福岡県糸島郡本岡村で、醤油醸造業を営むとまた、苦労の長女。幼少時より安白坊主で、福岡市藩付属小学校時代は、同級生に、尾形武虎の兄、大蔵がいた。14歳で、 福岡県中学周遊館に進学したが、幼少時から家業の七夜を毛嫌いし、七夜の人太郎と呼ばれるのが不快で、在学中の1903年に自ら、聖号と改名する。自分の生涯をまさしく豪気に行くぬこうという意志の現れだったが、正方と呼んでくれたのは、母親だけで、周囲は皆、聖号と呼んだ。中学校の柔道教師は、 飯塚ず三郎で、柔道部に入部した中野は、同級生の宮川一貫らと稽古に励んだ。学校で柔道をやるだけでは飽き足らなかった中野は、市内に土地を買い、新武館という道場を旗上げして、生徒仲間らと共に、毎晩9時頃まで汗を流すという、到底14歳とは思えない、行動力の持ち主でもあった。1905年、周遊館を卒業後は、 早稲田大学政治経済学科に進学し、家族と一緒に上京している。周遊館時代に出会った、小形武虎とは、早稲田大学や、東京朝日新聞社でも行動を共にし、大学時代には二人で下宿をしていた時期もあった。学費や生活費を稼ぐために、三宅節令の、日本および、日本人に寄港。そして、このことが縁となって、現用者を主催する。 遠山光と知り合う。1909年壮大を卒業し、同級生だった風見明と共に、東京日日新聞を発行していた日報社に入社。ついで、東京朝日新聞に移り、エビスバンバのペンネームで、長屋の政治家、明治民権指論などの政治評論を連載し、政治ジャーナリストとして高い評価を得た。この間、1913年に、 三宅節礼の娘、民子と結婚している。ナコードは、東山光と小島和夫であった。1916年に、東京朝日新聞を退職し、東方時論者に移って、社長研修室に就任。東方時論者に移った、翌年の1917年、衆議院議員総選挙に立候補するも、落選。しかし、日本外交を、 批判的に論考した、講和会議を目撃してが、ベストセラーとなり、勢いをつけ、1920年の総選挙で、当選する。以後、八回当選。当初は、無所属クラブを結成するが、1922年に、革新クラブ結成に動く。その後も、県政会、立憲民政党と政党を渡り歩いた。民政党時代は、党有税部長として、 永井龍太郎と臨時軍事費問題や超作林爆殺事件を田中義一内閣に迫り、反軍派政党人として名を馳せた。また、政府では内務大臣だった浜口祐子の推薦で三木武義氏の公認の大倉参与官や定身政務次官などを歴任した。挙国一致内閣を提唱していた新軍派の足立健三と民政党を脱党。 国民同盟を結成。さらに1936年には、あずのリタだと、東方会を結成し自ら総裁となった。1937年から1938年に、かけて、イタリア、ドイツ両国を訪問し、ムッソリーニ、ヒトラーと会見、国際政治の動向について話し合う。秘書として、中野に随行した、新藤和馬はムッソリーニを、 非常に気さくで体格のいい親しみのある、おじさんといったタイプだと言い,い、ヒトラーは、物静かで、知性的な態度であったと解雇している。またナツスの制服にも憧れ、以後の中野は乗馬ズボンを愛用するようになる。当時の中野自身、国民に圧倒的な支持を受ける両者を偉大な、政治家だと認識していたが、独ソ会戦後は、評価を変えている。ヒトラーを評価していた。 中野だが、フランスのジョルジュ・クレマンソーやイギリスのウィンストン・チャーチルも高く評価していた。福岡市の原用者記念館に中野がクレマンソーを称える絵画が収蔵されている。1939年には、議会政治否定、政党解消を主張し、衆議院議員を一旦辞職する。内心論、ひどくい三国同盟を支持し、劇栄東和民族会議を主催した。 1940年、大制翼3回総務に就任。1941年に、太平洋戦争会戦時、東方会本部で万歳参照するが長期化する、選挙区に懸念を抱くようになる。内閣総理大臣、東条秀樹が独裁色を強めるとこれに激しく反発するようになる。1942年に、大制翼3回を権力強化に反対するために、 脱会している。同年の翌3選挙に際しても、自ら非推薦候補を選び、登場首相に反抗した。東方会は、候補者46人中、当選者は、中野のほか本領、新次郎、三田村武雄たち7人だけであった。それでも、翌3政治会に入ることを眼鏡に拒み、最終的には、 星野直樹の説得で、ようやく政治界に入ることを了承した。そして、同年11月10日、早稲田大学、大熊高堂において、天下一人をもって怒るという演題で2時間半に、渡り、登場を断劾する大演説を行った。諸君は、由緒あり、歴史ある早稲田の大学生である。便乗は良しなさい。歴史の動向と取り組みなさい。天下一人をもって怒る。 諸君皆一人をもって起ころうではないか。日本は確信せられなければならぬ。日本の巨戦は土涛の中に漂っている。貧乗主義者を満載していては危険である。諸君は事故に目覚めよ。天下一人をもって起これ、これが私の信愛なる、同学諸君に絶望するところである。この、聖護の呼びかけに、学生たちは起立し、効果、 との聖北をが唱して答えた。演説会場には、東条の命を受けた、憲兵隊が、多数おり、中野の演説を途中制止しようと計画していたが、中野の雄弁と聴衆の興奮熱気はあまりに、凄まじく、制止どころではなくなってしまった。当時、早稲田第一高等学院の学生であった、竹下登は、この演説を聞いて感動し政治家の道を、 志している。このエピソードに見られるように、中野は雄弁家の資質を持った人物であった。中野の反登場の動きはますます高まり、1943年、正月、朝日新聞史上に、戦時最小論を発表し、名指しこそしなかったものの、南極日本の名最小は、絶対強くなければならぬ。強からんがためには、 正中に謹慎に連結に、しかして休校台でなければならぬ。幸い、日本には尊い皇室がおられるので、多少の無能力な最小でも務まるようにできているので、あると、東条首相を通列に批判した。この記事の内容に、東条は激怒し、朝日新聞に対して記事の差し止めを命じた。しかし、東条は、中野の、この論文が、 記事になってから読んだのであり、この差し止め命令はほとんど意味のないものであった。ただし、この影響で、朝日新聞の祝冊版には、戦時最小論は収録されておらず、埋め草として、実際の紙面には掲載されなかった記事が収録されている。同年3月、第81帝国議会で、戦時刑事特別法の審査をめぐって、6月、第82帝国議会で、 企業整備法案審議をめぐりそれぞれ政府原案に反対した。議会内では、鳩山一郎、三木武吉らに呼びかけ、議会で東条内閣に対する批判を展開するが、東条側の切り崩し工作によって、両法案反対運動は頓挫する。議会での反東条の運動に限界を感じた中野は、この絵踏み丸や岡田圭介たち、重心グループと連携を取り、 松前重吉や三田村武浦と共に、東条内閣の打倒に動き始めた。こうして、中野を中心にして、重臣会議の場に、東条を呼び出し、選挙区不利を理由に、東条を退陣させて、宇垣一世を公認首相に立てようとする計画が進行し、宇垣の了解も取り付け、東条を重心会議に呼び出すところまで計画が進行したが、 この重心会議は一部の重心が固畜だけになってしまい、失敗に終わる。中野聖郷その後、中野は東国の宮都市飛行を主犯とする内閣の誕生を画策する戦術に切り替えたが、登場の側の打つ手は、中野の予想以上に、早く、まず1943年9月6日、三田村武雄が警視庁特攻部に身柄拘束される。 警視庁は10月21日に、東方同士書いた3団体の幹部百数十名を身柄拘束する中で、中野も拘束された。当時は大いに留院を下げたが、この中野の身柄拘束は、強引すぎるものとして、施評の反発を買うことになった。結局、中野は10月25日に釈放される。その後、 当時の直接指令を受けた憲兵隊によって自宅監視状態に置かれ、その後の議会欠席を約束させられたという説がある。そして同年10月27日自宅1階の書斎で、活腹自決、臨室には見張りの憲兵2名が休んでいた。自決の理由は未だに不明で、一説には徴兵されていた息子の安全との交換条件だったとも言われている。 また自身が行った、東国の宮の首相を担ぎ出し工作について、登場サイドに調査攻撃されることにより、皇族に類が及ぶことを懸念していたからだいう説も、ある。自陣する直前に、中野は、ムッソリーニやヒトラーからもらった額を外し、気上に、楠木正成の像と、大西豪伝を置いたと伝えられている。自決の数時間前、四何安をに、 千里の目を極めんと欲しさらに昇る一層のロート、色紙に書き、憲兵の目の前で渡している。遺書には、俺は日本を見ながら成仏する。悲しんでくださるなと書き残されていた。中野は1926年6月に手術ミスで、左足大腿下部切断している。幼年時代の落馬で、左足の関節に痛みを覚えるようになり、一旦は治ったものの、 学生時代に、柔道の稽古中に骨折、大腿部のカリエスを患って3回手術をしたが、感知せず、以来軽いビッグを引くようになった。柔道の稽古に、死傷はなかったが、この手術のために1年休学し、宮川一貫と同級生になった。後遺症のため成人後に再手術したが、結果、血栓により足の血管が詰まって、エスを起こし、 左足の切断に至った。休学を余儀なくされた、中学周業間一年の頃、中野は、現在の福岡市中央口業にあった桑畑の土地百坪を購入し、桑の株を掘り起こしてさらちにし、約20坪の柔道場を建てようと拡作戸畑にあった、現用者初代社長、平岡光太郎の別荘を訪ねて、資金援助を頼み、これを開拓した平岡は、 別荘で食事を提供し、さらに帰りの二等記者の切符を持たせてくれたという。中野聖吾の銅像と記念日ほどなく完成した、道場を、新武館と名付け、近所の少年柔道仲間たちを、夕食後に集めて、毎晩9時頃まで、自業天心流の荒々しい柔道稽古を行った。同じ頃、内田良平が十六歳で創設した、天津館の対象格となっていた。 同級生の宮川一貫を自然トライバル視するようになっていったが、宮川はすでに添付の際を開花させ、実力は中野よりも上であった。二人は卒業前の柔道大会で相見えたが、中野は宮川得意の背負い投げで2本取られて敗れている。この試合を見ていた安川大五郎は後に、中野さんの負けじ魂は有名だが、闘志を燃やして、歯ぎっしりをしながら、 血相を変えて飛びかかっていったあの時の面相は今でも目に浮かんでくると述べている。中野自身も1937年の同窓開始に宮川くんの柔道はすでに結出していて自分は彼にかなわないとわかっていたがお互いの後輩たちに卒業前に勝負をつけてもらおうという空気が出てきて試合をすることになった。だいぶ長く揉み合ったが 実力の相違で自分が負けたと寄せている。大学進学に伴い上京してからも足が不自由ながらその技量は高く、早稲田大学在学中には東京美術学校主催の柔道大会で史上最強の柔道家と言われ黒沢明の監督作品、姿、三四郎のモデルの一人と申されている徳組補と試合をして勝ったほどである。当時行動感所段くらいの中野は 同三段で、すでに行動関数位置の大号と知られた徳と試合を、して、見事なしずり込み足で、これに一本勝ちを収め、加の寺五郎館長から特別賞を受けた。この史実は、柔道界でもあまり知られていないが、試合の主審を務めていた、三船久蔵も、徳君は滅多に負けたことがないので、 稀に負けると大騒ぎされた。あの時は、中野さんの右の沈み込み足が、見事に決まって、特訓が畳を背負ったよと実0している。なお、中野が、中学時代に設立した、柔道道場、新武館は、その後再建され、現在では、福岡市の鳥海八幡宮にて運営。大相撲九州場所の際は、毎年九十部屋の宿舎として活用されている。 境内では、道場と共に、1950年3月27日に、設置された、中野の銅像も目にすることができる。尾形武虎は、一旦思い込むと、疲れたようになると表し、清瀬一郎も、いつも、オードブルだけ食べて、まずいと思えば、すぐに出て行ってしまう。決してデザートの時間まで席にいないと同様に表した。また、自宅では、 数人の学生たちを寄居させ、食事や学費の面倒を見ていた。書生の一人、長谷川春に、庭のスズメの群れを見て、あのスズメに、茶碗のご飯粒を分けてやっても、大したことはない。しかしスズメは腹を満たし大空に飛んでゆく。君たちもここから、思い切り飛び立てと話した心温まるエピソードが、残っている。 ありがとうございます。